おねだり雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。パタマチャンネルです。はい、こんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、本日は、12月の20日、はい、はい、水曜日のお昼間、はい、はい、やらせていただいてます。はい、はい、はい、いよいよ本当に、はい、寒い時期になりまして、もうやっと冬です。うん、そうですね、めちゃくちゃ、うん、はいはい、まあでも底冷えっていうかね、はい、足元がね、そう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 、じゃギンギンにね冷えるようになってきましたけど、はい、はい、お料理屋さんとかは、はい、地面に足つかないように、はい、掲げて履くんですね。あ、それはその方がいいですね。はい、はい、はい、本当に底冷えで足が効いてくるんで、うんうん、はい、その方がもうやめといた方がいいですね。そう、時間付けは、はい、足悪くするそうです。うん、やっぱそうです。関節とかね、うん、そうそうそう、ちょっとめちゃめちゃおかしになると思うんでね、はい、うん、はい、まあなんで本当に普通の人ってあまりそういうのをやりませんけど、はい、そうですね、まあでも基本足元温めないと、そうですね、なんか書かれた方がいいでしょうね。はい、はい、リフォーマーとかでしょうか。そうです、はい、はい、元の話でいきます。はい、はい、はい、お願いします。はい、隣は実は関係ない。あ、関係ないんですか。はい、以前話題にした、はい、川崎、はい、丸いファミリー溝の口、はい、はい、溝口編でしょうか、はい、はい、交換あったんですよ。はい、はい、はい、なんか言ってましたね。5階、7階、8階と、はい、はい、エスカレーター付近の、はい、はい、はい、医療品が、なんかもやした話して、もやした話ね。そうです、誰かが、はい、14歳の男子中学生、はい、はい、逮捕されまして、あらあら、はい、書類送検ということで、どうしちゃったのかなっていう感じですけどね。うん、勉強の成績が上がらずにイライラして、はい、で火をつければ気分が晴れると思ったっていうふうに。あ、いや、もう気を晴らすんだったらゲーセンとか行かれたらどうですか。まあそうですね、はい、はい、人が死ぬ可能性もある重大な事件になりましたので、ね、はい、はい、まあ、放火っていう、その、ね、うん、安易なね、そう、発想がね、そうですね、それだったら勉強できなくていいですね。うん、人を騒がせたいっていうんだったら、はいはい、他にやり方いっぱいあると思うんですけどね、はい、ただ、よう分かりますね、能力がない子供ほどこういうことしがちなんですよね、はい、はい、はい、そうですね、うん、まあ、ちょっと自分のね、はい、努力高める方向に、そうです、成績が上がらないのはそもそもそういう自分のせいですからね。そうですね、はい、はい、まあ努力すればいいだけですからね、はい、はい、一応なんかこの男子生徒なんですが、はい、事件後、はい、はい、この放火、はい、まあ、報道があった時に、はい、友達にこれ自分がやったんだって話をしたらしいんです。はい、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 でその友人に説得されて、はい、自ら出頭っていうことです。あ、まあいい友人ですね。そうですね、友人が良かったですね、はい、うん、で火災の事件があった5日の11月27日なんですけど、はい、ずっと前ですけど、はい、自分がやりましたっていうのに出頭したそうです。自ら出頭して、はい、うん、まあ、友達は本当にいい友達だと思います、ね、はい、まあそれを冗談、うっさ、またそんなしょうもない冗談言うてって言うたと思いますよ最初は、うん、ちゃうねせ冗談ちゃうねせ、うん、ね、はい、はい、ってなってね、うん、聞いた友達めっちゃ怖かったと思う。そりゃそうでしょうね。何言ってんのこの人はと思って。うん、あとまあ指名手配とか、うん、捜査始まる前に、はい、自首するっていうのは、はい、刑がだいぶ軽くなりますんで、はい、それだけで、うん、はい、まあ、それもね考えて友達も説得したんでしょうけどね。でしょうね。今しかないって。はい。今がチャンス。エスカレーター付近なんてことは防犯カメラで普通にバレちゃいますから。そうそう。もう今早いけ言うて。うん、言うたいと思う、はい、ということですね、はい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 、そして、はい、私の昨日そうでしたね、放火の話ですけど、放火、まあ、じゃない、あ、放火じゃない、おそらく、はい、12月の17日ですね、うん、韓国、はい、はい、これソウル近郊のホテルですね、はい、はい、はい、まあ、見た通り大規模な火災で、そうですね、はい、うん、右の写真なんかは、はい、これ人が、あ、ほんまですよ、はい、で隣のビルに、はい、はい、飛び移るような、あー、はい、怖いわ、うん、
ねえ、こちらとこれかなりの大火災になってますが、死者出なかったそうです。あ、ちゃんとみんな逃げたんですね。はい、で外国人8人を含む58人が、重軽傷ってことですね。まあでもね、誰も死なくてよかった。そうですね、死人でない不思議なぐらいの火事だったんですけど、またまたま皆さん、早く気づいてガーッ逃げたんですね。でしょうね。で一応火は1時間半後に、消し止められたんですが、火元が地下にある駐車場から広がったっていうこと。車で、おそらく原因なんですかね。韓国車と中国車って結構燃えるんで、そうなんですか。バッテリー火災とか、頻発してます。そうですか。危ないですね。そうですね、ちょっと怖いです、怖いな、いつこんな巻き込まれるかっていうのもね、わかりませんからね。そう、まあ何千台とかね、1台だとしても、それがね、自分が泊まってるホテルの下にあったっていうことになると、そうね、わかりませんから、そんなホテルだけじゃなくてね、そうですね、そういうその辺の立体駐車場、そう、いろんなとこありますんでね、気をつけようがないんですけど、気をつけたいなと思います。そうですね、何だったらすぐ逃げると、そうですね、はい、そして、切ってですね、これ、切手だけの話じゃないんですが、手紙、はい、それからハガキ、手紙、はい、30年ぶり値上げするということで、30年間値上げしてなかったですか？一応消費税に、関する値上げっていうか、はあったんですが、その消費税のそのつく前の値段っていうのは、ここ30年上がってなかったんですよ。知りませんでした。はい、そんなんだったんですか。はい、いや、それは値上げしていいんじゃないですか、いい加減に。そうですね。日本郵便、50g 以内の手紙については、94円から110円、なるほか、定期外のその郵便物なども、大体 30% ぐらい値上げっていうふうに検討していると。30% ぐらいでいいんですか。安すぎるなと思ってたんですよ。私は、たとえね、はがき1枚出すにしても、だって、日本全国関係ないですよ。例えば沖縄から北海道に手紙を出しても同じ値段なんでしょう。まあそうですね。それは安いって、で、あと手紙自体の、送料が減っちゃったんですね。結局メールとか DM もそういうのに済んじゃうので。メールいりませんからね。考えてみたら。ピーク時のなんか4割ぐらい減っちゃってるということなんで、値上げしないと、2028年には、約3500億円ぐらいの赤字が出ると。現時点ですでに919億円赤字になってまして。なんでもっと早く値上げするんだ。まあそうですね。まあいよいよってところですが。もう値上げしてください、これは。具体的には、25g 以下の手紙、今まで80円だったんですが、それが110円、50g 以下、先ほど言いましたが94円から110円、そしてハガキ、63円から85円、63円やったんですか。昔50円ですから、ちょっと安すぎます。そうですね、なんでも。で、レターパックとかも一応で値上げを検討してる。しょうがない、しょうがない。ね。そんなで、実施は、まだ予定なんで、あれですが、2024年、来年の秋。えらい伸ばすやん、先まで。まあ、僕もそうなんですけど、結構ね、切手とかを、どさっと買っちゃってる人多いと思うんですね。まあ、そうかもしれませんけどね。それにいくらか足したらいいんじゃないですか。まあまあそうなんです。なんとか円切ってとか買って。まあそうすればいいんですけど。そうしてくださいね。まあちょっと。春ぐらいにしたらいいんじゃないですか。30年値上げしてないっていうのはね。私、着実にね、少しずつ値上げされてるもんやと、もう全然手紙自分出さないんで、絶対、いくらすんのかなと思ってましたけど、かなり安いなっていう印象は。まあまあそうですね。そのハガキ一つにしてもね。そんな安かったんですね、まだ。そうですね。そらあかんわ。100円いかないんですか。僕らがね、大体必ず月末には、定期証送ったりするタイミングがあるので、と郵送してるんで。そうなんですね。そうですね。それでも84円でしたから、1個あたり。まあね、それが12、20円、30円、値上がりしたからといってね、大
大したお話じゃないですね。まあそうです、はい、はい、ということです。うん、はい、はい、そしてはい、これは人人ですか？違います。はい、はい、鳥ですね。あ、鳥が、はい、はい、はい、ただ、まあちょっと、怖いんですが、はい、琵琶湖、はい、はい、水鳥が大量死。あら、はい、何ですかそれは。大津のあの、大津港の周辺ですかね、はい、はい、50羽ぐらい、死骸が確認されてまして、はい、はい、大盤っていう、まあ水鳥ですね、はい、はい、18日までに、滋賀県が、まあ、確認しまして、はい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 、情報提供が14、16にぐらいで、はい、住民の方からありまして、はい、で、職員、現地確認したところ、はい、まあ、こういうふうに大量に死んでたっていうことですね。はい、はい、はい、で、こういうのってほら、鳥インフルなんですよ。あ、これ鳥インフルやまだ確定はしてないんですけど。多分いいんですね。うん、はい、こんなに大量に死ぬってあんまないので、はい、うん、そもそもあのこの時期に水鳥だって寒さ強いはずなんで、はい、はい、ああじゃあもうインフルが ね、 ねの線が濃厚なんですけど、そうなんです、ただ死骸がその水没してたり、はい、そのまあ、結構その何ていうんですか、損壊してたりするので、はい、その検査可能な個体がまだ見つかってないそうなんです、はい、そうですか、はい、なんかかわいそうですね。いや、これだからもう琵琶湖に落ちちゃってなると、うん、あの鳥インフルがですよ、はい、その周辺京都も含めてかなりね、はい、危ないことになりますので、はい、うん、え、これあの水どうなるんですか？水はま関係ないですけど、あ、はい、まあ、どういう風に広がっていくかっていうのがありますね、はい、まあその養鶏場とかの話ですね。そうですね、結局、はい、はい、はい、なので一応あの死骸見つけても、うん、まあ、触らずに、うん、はい、そうですね、うん、やっぱその、うん、こういう、まあ、鳥インフルじゃないにしても何らかの感染症の可能性があるっていうので、はい、まあ、そういうのが集まってこないように、はいはいはい、餌付けとかはしないようにしてくださいっていうふうに、たまにね、そういうことしてるおばあちゃんとかいますからね。うん、まあ、そんな子が血まだ吐いてね。吐いて。はい。うん、わけがわからんね。カッタリちゃんなんかめちゃくちゃ食いますね。うん、ドッグフルとか巻いてくださいよ。はい、言いますけど。はい。はい。まあ、それちょっとやめてくださいってことでした。はい。これ、本当にどうなるかわかりませんので。怖いですね。はい。っていうことでした。はい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 、今日の背景。はい。はい。はい。これ、偽物かと思いました。偽のものかなと思ってしまうぐらい、はい、偽物っぽく作ったりしてね、いいね、はい、はい、写真撮れてますが、はい、任天堂京都、はい、はい、はい、四条寺町の、はい、高島屋の上にある、じゃあこれは、うん、雨降った時どうするんですか？いや普通にもう雨びしょびしょ、全部雨降るのまま、はい、雨ざらしで、はい、ああそうですか、まあ、あの写真スポットとしてかなり、ね、はいはいはい、人気です。でもうクリスマス前とあって、はい、大変大にぎわい。そりゃそうよ。買うも買い物の人もやはりますしね、でここにしがみついて写真撮りたいともやりますでしょうね、一瞬で、はい、外国人とかものすごい大好物じゃないですか、うん、ね、うん、外国人だけと違ってね、もしかしたらカタツムリさんもね行かれたら、お店なんか僕まで行ってないですよ、いや行かなかったとしたらですね、大興奮の末にね、うん、写真とか撮ってそうですけどね、先生に撮ってもらいます。あ、そうそう、あ、そうですか、うん、はい、あ、そうですか、ね、まあ、いいんですけど、うん、はい、まあ、公開中か、開業1ヶ月ぐらいちょっと経ちましたので、はい、はい、ダブをつくかなって思ってました。はい、こういうとこは一切つかないです。観光客プラス、そのクリスマスもね、そうです、はい、あと正月商戦もね、これから待ってますので、うん、はい、まあ、あの年齢層に関係ないですからね、この、ね、この人に関しては、この人ってこのマリオさん、マリオさん、はい、はい、関してはもう老若男女ハハ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 
はい、はい、本日の前半の部、はい、以上になります。はい、はい、先生ここでお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、この後は、視聴者さんを招いて、公開配信になりますので、はい、またよろしくお願いします。お願いします。はい。それでは皆さんもここでご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまた後ほどお会いしましょう。さよなら。さよなら。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあれば、お気軽にコメント欄へお書きください。また、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。